長老派協会、長老派協会、長老は、協会は、キリスト教のプロテスタント、カルバン派の教派、長老協会、長老派とも訳される。歴史の長いプロテスタントの一派、16世紀のスイスの宗教改革において、チューリヒのツビングリ派は、ブリンガーに引き継がれ、ジュネーブのカルバン派との、チューリヒ協定による、改革派協会の合同が成立した際、 教会制度はカルバンの長老制が採用された。カルバンは聖書の権威に従って教会を治める監督、長老、牧師を区別しなかったと述べた。改革派の中心地は1520年から1560年にかけてチューリッヒからジュネーブに移っていったと言われる。聖書によって改革され続けるという改革派の信仰はドイツ、フランス、オランダなどで広まったが、 ジョン・ノックスによって、スコットランドに伝えられ、この地で発展し、教会制度によって、長老派、プレスビテリアン、プレスビテリアンを名乗るようになる。ノックスは、会期の書、訓練、規律書で、長老制がジュネーブからではなく、聖書から直接来たものであると明言している。1567年に、スコットランドの国境となり、その後にフリーチャーチが分離した。 大陸の改革派とイギリスの長老派はそれぞれ信仰告白を整備し、準拠する信仰告白によって呼び分けられるようにいる。ピューリタン、新京都のうちトマス・カートライトは、イングランド国教会の監督性を否定し、長老性を主張した。長老派のウェストミンスター信仰告白は1647年に、スコットランド議会で採され、1648年、 英国議会でも採択された。ニュージーランドにおいては主流的存在である。ウェストミンスター基準に準拠せず、大会、中会、小会を持たなくても、長老派、長老協会を標榜する例は、日本、韓国、台湾などに参見される。現時点での日本において、スコットランドにおけるがごくの規模の長老会を持つ、協会は存在しない。長老派は、聖書の、 使徒行伝、使徒の働き十四章二十三節、二十章十七節、テトスへの手紙一章五節に由来する。新約聖書が書かれたギリシア語のプレスベティローズプレスビュテロスは、長老という意味である。恐怖たちの間では、長老職、カトリック教会でいう司祭と司教、司教職は同一視されており、時代が下るまで区別されなかった。長老たちが、 複数いるということは、教会政治の基準であるからである。恐怖ヒエロニムス、347年から420年、は、テトスへの手紙四章で、以下のように述べている。長老というのは、主教と同一である。悪魔の影響によって党派が増える以前、教会は、長老会によって、収められていた。恐怖ヨハネス・クリュソストモス。 349年から407年のホマリア,アイ、インフィル・アイ・イチ、キュロスのテオドレトス、393年から457年のインタープレットアド・フィル・イーイも同じ意見を持っていた。ジョン・ノックス、1505年から1572年は、ジュネーブでカルバンに学んだ。1560年に、 彼の作成した長老派のスコットランド信条は、スコットランド議会に採択された。スコットランド信条は当時としては特筆すべきことに、キリストが唯一の頭であると告白している。ノックスは、スコットランド教会の確立のために戦い、ローマカトリックの女王メアリーと対決した。スコットランド宗教改革の先駆者はノックスに影響を与えた。 信仰義理を教え、ローマ教皇を反キリストとみなしたために、1528年に殉教したパトリック・ハミルトン、1546年に殉教したジョージ・ウィシャートらである。ウィシャートは、ノックスを改心に導いた直後に火炙りにされた。1557年には、ローマカトリックをサタンの教会、その実践を偶像崇拝と呼んで、反対するスコットランドの貴族は、 エディンバラに集い、神の言葉を確立するための契約を結んだ。この頃スコットランドではすでにプロテスタント信仰が根付いてたのである。フランスでカトリックの教育を受けたスコットランド女王メアリーは1561年にスコットランドへ帰国した。メアリーはスコットランド信仰告白を認めなかった。国王の権威とローマ強硬性を回復する狙いを持っていたのである。 メアリーは1566年、その目的を達成しようとする直前に、個人的なスキャンダルで自滅した。こうして1567年、スコットランド議会で1560年の、スコットランド振興告白と、会期の書、規立書が批准された。しかし、1570年に、摂政マリホクが暗殺された事件は、スコットランド宗教改革の進展を遅らせることになった。 スコットランドはその後もカトリック的な主教制と長老制が混在していた。1572年、ヨーオ・ジェームズ6世が成人するまで、主教と大主教の存続を認めると決議されたことに、ノックスは反対した。1574年に大陸から帰国したアンドリュー・メルビルは、ノックスの死後、指導者となる。1581年の国王の死条権を確立しようとする試みに、 メルビルは立ち向かった。しかし、1584年の暗黒法で、国王史条件と主教制が謳われ、長老教会は倒された。1592年の黄金法はこの暗黒法を廃棄した。1637年に、チャールズ一世は、カトリック的かつアルミニウス主義的なロードの祈祷書をスコットランドに押し付けた。憤慨したスコットランド人は立ち上がり、 長老教会を守るための国民名約に署名した。対して1639年、国王は武力制圧を試み、主教戦争が起こる。戦争はスコットランドの勝利に終わり、イングランドで1642年から新京都革命、イングラド内戦が勃発すると、スコットランドとイングランドは厳粛な同盟と契約を結び、国王軍と戦った。 1638年グラスゴー大会の国民名役ナショナルカベナントと5年後の厳粛な同盟と契約より彼らはカベナンター契約派と呼ばれた。1661年スチュアート朝の王政復興後26年間に及ぶカベナンター迫害の時代が始まる。1662年チャールズ2世により死教制が復活させられ牧師は追放された。 カベナンターは野外で秘密裏に礼拝を守るようになる。政府はこれを禁止し、1664年にはカベナンターの集会参加者からの略奪を許可する法令が制定される。大司教シャープは拷問、処刑を行った。キャメロン派、改革長老協会の創始者、リチャードキャメロンは1680年に殉教した。この時代は、スコットランド史の中で、殺戮時代と呼ばれる。 1681年、カトリック国王を定めた審査法が成立し、カベナンターは拷問を受け、殺戮されていった。1688年、カトリックのジェームズ7世に殺された牧師が、カメロン派最後の殉教者となった。1662年に追放された牧師は、洞窟などに潜み、潜伏して、礼拝を導いていたが、迫害の中で殺され、60名にまで減っていた。 彼らは名誉革命後に制度的教会に復帰した。トマス・ブラウンは彼らこそ真のスコットランド長老教会の会員だったと述べている。ブラウンの時代、1843年に国教会から自由教会、フリーチャーチが分離した。トマス・クランマー、1489年から1556年が作成したイングランド国教会祈祷書。 1549年と、クランマーが、ジョン・ノックスらの助言を受け、エドワード6世、1537年から1553年が署名した42箇条は、カルバン主義の傾向があった。病弱なエドワード6世が若くして死に、次に王位を継承しようとしたプロテスタントの、ジェーン・グレーが処刑され、メアリー1世、1516年から1558年が女王となった。 カトリック信者のメアリー一世はプロテスタントを迫害した。家系代が置かれたスミスフィールドの地は殉教と結びついている。メアリー一世はカトリック信仰によってプロテスタントの男女、子供を火破りで殺し、ブラッティメアリー、ブラッティメアリー、血塗られたメアリーと呼ばれた。トマス・クランマー、ヒューラ・チマー、ニコラス・リドリーは殉教者として有名である。 ラチマーは1555年の処刑の時、火炙りは英国に火を灯し、その火は神の恵みによって永遠に消されないと言った。信仰の火は受け継がれた。トマス・カートライト、1535年から1603年は、聖書の究極的権威を主張し、1570年の使徒行伝、使徒の働きの講義でイングランド国教会の監督政治に反対し、 長老性を唱えた。カートライトは、ジョン・ホーイット・ギフトにより、教授を解任され、1572年には、フェローの身分も奪われて、大学から追放される。ジュネーブに渡り、1585年に帰国してからは、長老教会建設の地下活動を行い、1590年に、投獄された。カートライトと、ウォルター・トラバーは、協調、回帰論を記し、 イングランドの長老派はカートライトによって生まれたと言われる。1640年、第二次主教を戦争に敗北した国王が、リポン条約の資金調達のために召集した議会は、ピューリタンが主導権を持ち、長期議会と呼ばれた。議会の移植によりウェストミンスター会議は、ウェストミンスター振興告白を作成し、これは1648年に、イングランド議会で採択された。 ただし議会は、イングランド内戦を経て、長老派とに分裂。両者は戦争指導や集結などで衝突が絶えなかった。ウェールズ長老協会は、別名カルバン派メソジストとも呼ばれる。ウェールズメソジストリバイバルで生まれ、1811年にイングランド国協会から分離した。1823年、カルバン派メソジスト、ウェールズ長老協会信仰告白。 Confession of f a オブ・ of the Calvinistic Messages or the p r e s b e t i a n s of Wales を採択した。カルバン主義を採用し、ウェスレー派、アルミニウス主義傾向のメソジストと区別される。ジェームズ一世は、スコットランド人の長老派を、アルスター大農園に入植させた。1641年、アイルランドのカトリック教徒はプロテスタントを殺害した。1642年、 スコットランドが入植者保護のため送った軍隊から最初の仲介が生まれた。これは北アイルランド紛争につながり、現在もカトリック系武装組織 IRA のテロが続いている。スコティッシュ・アイリッシュ、スコットランド系アイルランド人と呼ばれ、イングランドとカトリック双方から苦しめられた。長老派は1700年頃から北米に渡っていった。フランシス・マケミー。 1658年から1708年はアメリカ長老派の父と呼ばれた。1726年、オランダ改革派から長老協会にリバイバルが起こり、大覚生はジョナサン・エドワーズを通して改修派に広がった。1729年の大会はウェストミンスター信仰告白を採決した。1786年、第二次大学生が起こり、長老派で、 キャンプミーティング、天幕集会が始まった。リバイバルの結果、1810年に成立したカンバーランド長老協会は、ウェストミンスター信仰告白の二重予定説を放棄した。コプリンストン進学の組織進学は広く福音派に影響を与えた。1910年、アメリカ合衆国長老協会、ピークスサは根本主義を表明したが、 次第に自由主義進学を受け入れるようになった。そのため進学者、ジョン・グレッサム・メイ・チェン、1881年から1937年は、彼が異教とみなしたリベラリズムと戦い、1929年に、ウェストミンスター神学校を設立し、さらに1930年代に、ピークスサから分離して、政党長老教会が形成された。アメリカの教会はリベラルと、 福音主義に分かれ、さらに第二次世界大戦後はエキュメニカル派と福音派に二分された。1819年、アメリカ改革派協会の宣教師が伝道を始める。1830年、スコットランド協会の宣教師が入る。本国での分裂により、1843年からスコットランド自由協会。1834年、アメリカ長老教会の宣教師が、 インド入りし、1845年、インド長老教会の大会が開かれた。世界最古のキリスト教国と言われるアルメニアは、アルメニア教会、アルメニア正教の会員が多数を占めていたが、カラカラ地方には、少数の長老派がいた。精霊派の影響を受けたクリスチャンは、オスマン帝国時代末期のアルメニア人虐殺を逃れてアメリカに渡った。 韓国のキリスト教会における二大教派は、長老教、プレズビテリアント管理教、メソジストであった。早々と自由主義進学を取り入れた管理教に対し、長老教に保守的な傾向があったと言われる。初期の長老教会の宣教師たちは、保守的な聖書無病と聖書無効を信じていた。自由主義進学の挑戦に対して、 保守的な改革派進行を確立させたのは1926年にプリンストン神学校でジョン・グレッサム・メイチェンに学んだ僕トール流である。日本の統治時代は韓国のキリスト教会にとって苦難の時だった。韓国の長老教は神社参拝を拒否したため、日本政府は日本の長老派である日本キリスト教会大会議長、富田光を派遣して説得に当たらせ、 日本の迫害は過劣を極め、長老派教会は多くの殉教者を出した。主はじめトールは殉教者の中で特に知られている。神社参拝拒否事件で投獄され、日本の敗戦により処刑を免れた出獄生徒の流れは、1946年に高麗神学校を建て、更新派と呼ばれる。1953年に長老教は保守改革派進学の 大韓イエス協調老会と自由主義神学系の韓国キリスト協調老会に分裂した。コプリンストン神学を韓国に紹介した、ボクトール流以来、韓国の教会では、聖書無病説を取る保守神学が主流であった。イエス協調老会は1959年に合同派、福音派と統合派、エキュメニカル派に分裂した。韓国のあらゆるキリスト教会は毎日、 午前4時30分、または午前5時から争天に東会を行う教会として知られる。熱心な徹夜祈禱、断食義禱がなされ、韓国中に祈祷専門の祈祷院がある。韓国の長老教会は、ペンテコステ派、精霊派の影響を受けたこともあって、積極的な伝道を繰り広げ国内最大級の教会に発展した。韓国において長老教会は、 主流的存在とも言える、最大規模の教団群を形成している。韓国の長老教会の中でも、威厳の祈りを積極的に進める教会もあれば、威厳を否定して、知的理解を重視し、聖書研究に熱心な教会も存在する。最大教派の大韓イエス教長老会、合同王と大韓イエス教長老会、統合の信徒数は、それぞれ200万人前後である。以後、 韓国教会は21世紀になると非常に意味のある長老教団が誕生した。ジョン・ノックスのスコットランド長老教の伝統の歴史的継承を宣言した韓国イエス教長老会、旧韓国政党長老協会が発足した。現在、韓国の主な長老協会は次の通りである、税順。この内大韓イエス教長老会。 後進と日本の日本キリスト改革派協会、日本長老協会は選挙協力関係にある。韓国の長老協会は世界中に海外選挙主を派遣している。2007年にアフガニスタンで発生した韓国人拉致事件で人質になったのはこの大韓イエス教長老会、後進に属する協会の会員だった。1865年に 台南で始まったイングランド長老教会ミッション、1872年に、淡水、台北の近くで始まったカナダ長老教会ミッションの、選挙を経て、1951には、両者が台湾キリスト長老教会として合同し、現在台湾で最大のキリスト教習派となっている。日本へは、1872年に成立した日本、キリスト公会で、 長老制が採用され、日本キリスト一致協会を経て1890年に、日本キリスト教会となる。だが、厳格な信仰告白ではない簡易信条主義を、取るなど長老教会の伝統ら乖離する側面も、あるばかりか、日本の花嫁をめぐる対応や国民儀礼の需要など、妥協的な態度が目立った。1940年に、他の教派と共に、 日本キリスト教団を結成するが、1946年4月に聖書信仰の立場に立つ一派が、日本キリスト改革派教会を純正党主義に立つ一派が1951年に、日本キリスト教会、新日元、新日記を設立した。現在では、以下の教派が長老派の立場に立っている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。